両国裕次郎は、秋田県仙北郡出身の元大相撲力士。本名は、伊藤裕次郎。まだ肌寒い1892年3月18日に、秋田県仙北郡で生まれた。出身地である、秋田県に、入間川清志一行が巡業に訪れた際に、見出されてそのまま、入門、両国国技館が開館した1909年6月場所で、初土俵を踏んだ。 小兵だが色白で金星の取れた筋肉質な体格は人気があり、さらに足腰の強さから稽古場では大西木宇一郎が相手でも勝てないほどだったという。この恵まれた体質と土俵度胸を生かして順調に出世すると新入幕を果たした1914年5月場所ではいきなり9勝19の好成績で幕内最高優勝を果たした。この一9は対戦相手だった。 寒玉ごため、二郎の休場だが、この休場は、寒玉ごため、二郎の負傷や、疾病のためではなく、同場所で優勝を争っていた、立山峰上門の対戦相手であるではの海部屋の、力士が休場したために、立山も、休場となり、それとバランスを取るためにやむを得ず、寒玉ごため二郎も、休場としたもので、当時はこれを、土つかずと言った。 1915年1月場所から下の名を由緒ある、梶之助と改める。何恥ぬ活躍をと気合を入れて臨んだ。この場所は7勝2敗1分の好成績を挙げ、同年6月場所には自己最高位である、東関脇に昇進する。この場所は負け越したために一場所で平幕へ降格したが、1921年頃までが、前世紀で幕内上位から三役で活躍し、 その間に優勝騎手を2回務めた。1920年8月2日から3日間、森岡市の八幡宮境内で行われた、東京大相撲ではの海組合の大西式栃木山一行の巡業は参戦全勝の幕内、力士同士が決定戦を行い、優勝者には岩手日報社から優勝旗が贈呈される、真剣勝負として開催され、 初日では3000席が前売りでほぼ完売する、盛況ぶりであった。決定戦は、マヤオロシ、釈迦が、学、自身の3人で行われ、マヤオロシに勝った釈迦が学を釣り出しで破って優勝。なおこの巡業は、森岡特有の四角い土俵で行われた。1924年1月場所を最後に現役を引退し、年寄り、竹熊を襲名した。引退後は後に、 横綱へ昇進する武蔵三部をスカウトしたが、で羽の海と確執が生じたために1936年に独立して竹熊部屋を設立し、同時に、立浪はじめ門へ移籍した。そのために所属立、1954年3月場所限り部屋を閉鎖し、立浪部屋の平年寄りとして教会に在籍していた。1961年の年寄り定年制の対象であったが、 1960年8月10日に死去68歳没。小兵で色白、さらに怪力で足腰が強く、筋性の取れた筋肉質の体格で人気があった。土俵度胸を生かして大技を繰り出す豪快かつ派手な相撲を見せ、その取り口は天才派だとも称された。しかし、大技に関わりすぎで思わぬ敗戦を起死することもあったという。 田村敏子も両国に惚れ込んでおり、両国という相撲を恋して春残し、両国を思えばうつらうつらかなという句を読んでいる。最大の講演者は、秋田県仙北郡半詰村の村長、江畑晋之助であった。新入幕力士の無敗は、両国以外に、大塩、また吉、千代の山、正信の2名がいるが、文、あず、旧がない完全な全勝は、 千代の山正信が史上初である ABC ベースボールマガジン社大相撲名門立伝シリーズ出羽の海部屋春日がの部屋 P24 大相撲ジャーナル2017年2月号98ページから99ページありがとうございます